皆さんこんにちは、こんばんは、タオです。今回はワギツネコレクションを開封していきたいと思います。これは1回200円のガチャガチャで、全部で6種類です。カプセルの中にフィギュアとこの紙が1つずつ入ってます。どんなフィギュアが入っているのかというと、鳥と狐のお面、それから狐と稲荷狐が入ってます。裏はこんな感じになってます。それでは早速開封していきたいと思います。まずは鳥朱色から見ていきたいと思います。足の部分は柔らかいですが、上の部分は結構硬いです。チェーンがついているのでキーホルダーとして使うこともできますが、こんな風に立たせて飾ることもできます。次はさっきの色違いで、こちらは石でできている鳥居です。こちらもさっきのと同じようにチェーンがついてて、立たせることもできます。今度は狐のお面、白です。こっちは紐付きになっています。お面の方は硬くて動かすことはできませんが、紐の方はゴムでできてますので、こんな風に伸ばしたりできます。お面の裏はこんな感じで、中は空洞になっています。お面はそのまま地面に置いて飾ってもいいですし、紐がついてますので、どこかにかけてお面だけを飾ることもできますし、フィギュアにお面をつけて一緒に飾ったりとかもできますので、このお面は結構おすすめです。このシリーズは最近発売されたばかりなんで、興味のある方はなくなる前に早めに手に入れておいた方がいいと思います。次はさっきのお面の色違いの黒いお面です。こっちにも紐がついていて、紐の色は赤色です。さっきの白いお面についてた紐と同じものです。ラスト2つは狐です。こっちは普通の狐です。硬いので押してもへっこんだりとかはしなくて、固定されているので首や尻尾を動かしたりとかはできないです。正面から見るとこんな感じです。足はこんな感じになってます。こんな風に立たせることもできます。最後は稲荷狐です。さっきの狐と同じように、これも硬いので動かしたりとかはできないです。
今回紹介したフィギュアの大きさなんですが、鳥居と狐はだいたい4センチぐらいです。お面は鳥居と狐よりももうちょっと小さくて、縦は 3.3 センチぐらいです。粘ドロイドにお面をつけるとこんな感じになります。粘ドロイドと一緒に並べるとこんな感じです。この粘ドロイドの大きさは台座も含めると11センチぐらいになります。粘ドロイドと一緒に飾ってみたらこんな感じになりました。このシリーズで特に欲しいと思っていたのはお面と狐だったので、無事に手に入れることができてよかったです。ワギツネコレクションは1回200円のガチャガチャで、値段もお手頃ですし、興味のある方はぜひやってみてください。今回の開封動画はこれで終わりになります。前回の動画で上げると言っていたものよりも、こっちの動画を先に上げてしまったんですけど、前回お話ししていた動画も近いうちに上げたいと思っております。それでは今回はこれで終了です。ここまでのご視聴ありがとうございました。